東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは、東京から南1000キロということで、シティキャストの長坂さんより発表いただきます。それでは早速ですが、長坂さん、よろしくお願いします。はい、長坂と申します。よろしくお願いいたします。はい、東京から、これ南1000キロって書いてあるんですけど、東京から1000キロ、皆さんはどのあたりっていうふうに思い浮かべるでしょうか。西だと九州は鹿児島、北だと北海道、網走あたりですかね。で、南1000キロと言いますと、太平洋の真ん中ですね、小笠原という島になります。実はこの小笠原、東京都なんですね。東京都小笠原村です。今日はですね、この東京都小笠原村の魅力をですね、5つ紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、1つ目の魅力としては船旅の醍醐味です。小笠原に行くにはですね、1週間に1回の船便しかありません。それもですね、24時間丸1日かかってしまうんですね。24時間も船に乗るの？って思うかもしれないですけど、実はこれがですね、船旅の醍醐味を味わうことができます。船旅はですね、この小笠原丸、全長150メーター、総トン数1万1000トンですね。比較的大きな船です。この写真はですね、晴海の、オリンピック選手村をバックにですね、今まさにレインボーブリッジをくぐろうとしているところでございます。船旅はですね、陸の旅と違って、大きな荷物を持っての移動、それから乗り換えとかですね、時間に追われることがないんですね。なので、こう乗ってるだけで目的地に行くので、この時間というものに追われないという、その時間をですね、自由に、自分だけの時間を自由に使うことができます。まあ、それが船旅の魅力でございます。本を読んだり、景色を見たり、お茶したり、船の中を歩いて見て回ったりですね、自由に使うことができます。まあ、とは言ってもですね、お昼の11時に出航するんですけども、夕食を食べたぐらいだと、だんだん手持ち無沙汰になるんですね。そうしましたら、ちょっとこうデッキに出てみようと思います。真っ暗です。もう夕方から夜にかけるとですね、景色も見えなくなって、船の明かりだけで真っ暗なんですね。まあ、ちょっと怖いんですけど、上を見てみますと、まあ、このようにですね、満天の星空が、見えます。で、船がですね、こう左右に揺れる。で、こう船がですね、空を見ますと、こう星空がこう前後左右にこう揺れてですね、まるで宇宙空間にいるようなですね、感じになります。まあ、そうしたですね、余韻を残しながら部屋に戻ってお休みいただくと。で、お休みいただいた後は、まあ、ゆっくり寝てですね、朝になって食事をして、そうこうしているうちに島に着きます。続きまして、2つ目の魅力、亜熱帯の大自然ということでございます。亜熱帯の大自然、まあ、小笠原はもう当然、自然がすごくきれいなんです。まあ、その中でですね、癒しとアクティビティを皆さんは満喫することができます。これはですね、父島の前浜海岸というところなんですけれども、街中から歩いていくことができます。白い砂浜、青い海、白い雲に青い空、まあ、こういう中でですね、のんびりしてるとですね、もう時間の流れがですね、こう忘れてしまうような、気分になります。もうすごく癒されます。のんびりばっかりしてるのはつまんないなっていう人は、アクティビティを楽しむこともできます。例えばシーカヤック、ドルフィンスイムなど、まあ、他にもあって、アクティビティは非常に充実しております。隣の島、母島に行きますとですね、まあ、船で2時間ぐらいで行けるんですけども、この母島の南南端ですね、小富士というところがあります。まあ、高さ86メートルの小さな山なんですけど、ご覧の通り、富士山のような形をしているので小富士と言います。まあ、そこからですね、眺めるこの南崎の珊瑚礁、まあ、これはもう絶景ですね。はい。まあ、島で1日ですね、のんびりしたり、アクティビティを楽しんだりしてですね、まあ、1日の最後は夕焼けを見てですね、ゆっくり過ごすというのが、まあ、定番です。
これは父島の、ウェザーステーションというところなんですけれども、まあ、夕焼け空の、グラデーションですね、刻々と変わる空を見てですね、まあ、これはもう何とも心に残るワンシーンとしてですね、心に刻まれます。3つ目、異国情緒。小笠原はですね、18世紀頃にはですね、捕鯨の基地として欧米や太平洋諸国の人々が、定住しました。で、日本人はですね、明治頃から住んでいます。まあ、ということでですね、小笠原はですね、欧米文化と日本文化が同居しているということでございます。まあ、代表的なもの、これ小笠原のセントジョージ教会というのがありまして、緑の芝生に白い小さな教会ということで、おしゃれな教会があります。街中はですね、カラフルな花々、ハイビスカスにプルメリア、これ通称バターカップと言われる黄色いですね、綺麗な花があります。朝ちょっとですね、早起きして静かな街中をですね、歩くと、このような花々が皆さんを迎えてくれます。ちょっと変わってですね、これ街中に大神山神社というのがあります。で、11月に奉納相撲大会というのがありまして、このような本格土俵ですね、上で戦いが、熱い戦いが繰り広げられます。まあ、相撲は日本の文化の代表ですよね。ということで、欧米文化と日本文化が同居しているということでございます。4つ目、もう一つの顔ということで、今はですね、小笠原は観光地というように、観光地とですね、それから世界自然遺産という顔を持っています。それともう一つはですね、戦跡、太平洋戦争のですね、日本軍の戦跡が残ってるんですね。まあ、島の中にひっそりとっていう感じなんですけど、残ってます。これ母島のですね、東港を単焦とした広角砲といって、こう大砲がですね、森の中にあるんですね。まあ、都道からちょっと降りてですね、森の中に入ると、まあ、こんな大砲がまだ残ってるんですね。で、父島のですね、旭山遊歩道というところには、日本軍が使った食器なんかが、残ってます。まあ、こういうのを見るとですね、まあ、今の平和な時代のことをね、考えさせられます。5つ目、旅は何といってもこう小笠原グルメですよね。食べ物、小笠原グルメを紹介したいと思います。食は思い出ということで、旅先で食べた食べ物というのは思い出に欠かせません。また旅から帰ってきてですね、その旅で食べたものをまた食べると、旅の思い出が蘇ってくるようなね、そんな感覚になります。まあ、代表的なものは南国フルーツというのがあります。パッションフルーツですね。皆さん食べたことありますか？ちょっと爽やかな香りがして甘酸っぱい味がします。ジャムやジュース、それから、お酒なんかもね、加工品としてあります。もう一つ、島レモン。これ青いまま食べるんですね。まあ、島の方ではですね、焼酎の水割りにこの島レモンを入れて水レモンなんていうことで、飲むんですけれども、まあ、これがね、また絶品で、もう止まらないですね。で、お魚料理については島寿司。白身の魚をですね、醤油とみりんで漬けて甘めの、お寿司で、米ですね、それに、握ってですね、お寿司にしてます。特徴はですね、わさびじゃなくてからしを使います。で、赤旗の唐揚げ。赤旗っていうのは島の周りで釣るお魚のことです。で、島ではね、赤羽なんていうふうに言われてます。まあ、あとですね、漁師さんなんかは玉ねぎとぶつ切りに赤旗をしてですね、味噌汁にする赤羽の味噌汁なんていう漁師料理も美味しいです。最後にですね、今日は小笠原5つだけ紹介しましたけど、もっといっぱいあるんですね。もう話したら止まんないぐらいあるんですけど、まあ、今日はこの辺に置いといて、実は東京にはですね、伊豆諸島にも島があるんですよ。北から大島、豊島、新島、式根島、神津島、三宅島、三倉島、そして八丈島、青ヶ島と、まあ、この伊豆諸島はですね、船だけじゃなくて飛行機やヘリコプターでも行くことができます。まあ、今ちょっとコロナで行けないんですけれども、まあ、コロナが収束したらですね、ぜひ魅力いっぱいの東京の島にお越しください。今日はありがとうございました。長坂さん、はい、
東京から南1000キロという貴重なプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。早速ですがいくつかインタビューをさせてください。まずは改めてとなりますが長坂さんより自己紹介をお願いしたいです。自己紹介の際これまでのボランティア経験や今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけについても交えてお伺いできればと思いますがお願いできますでしょうか。はい。私はですね街歩きが趣味で東京シティガイドクラブというのに入りまして、ガイドをしようと思ってました。しかしこのちょうどコロナになってですねそのガイドが、できなくなってですね、まあ、今回こういう機会をいただいたので2つ返事でお受けしました。ありがとうございます。街歩きが好きだということなんですがとはいえ今回のプレゼンのテーマは東京から南1000キロということで東京の魅力発信という大きな括りの中でこちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。はい。私は島に関わるちょっと仕事をしてまして、まあ、その中でも小笠原が一番長く住んでいたので、まあ、それで小笠原を紹介させていただきました。住んでいらっしゃったんですね、はい、実際に、はい、なるほど。少しプレゼンの内容についてもお伺いしていきたいと思うんですが、はい、小笠原の気候ってどういった感じなんですか。例えば夏あるいは冬。今ね東京はもう35度とか、まあ、今年はそうでもなかったんですけど、はい、結構超えちゃうじゃないですか夏って、うん、だけど小笠原はその35度を超えるっていうのはあまりないん であと木陰なんかに入ると、まあ、涼しいんですよね。ちょっと乾燥してる感じもあるんで、ね、で冬はですねさすがに寒いんですけれども、まあ、東京のようにこう上着が1枚いるとかっていうのはなくてただこう長く住んでる人は体が慣れちゃってこたつ出してる人もいましたね。あ、冬に。はい。まあ10度下がるっていうのはねあんまりないですね。だけど体が慣れると寒くなっちゃうんです。あ、はい、なるほど。まあ、東京から南1000キロというとかなり暑いのかなというイメージだったんですが夏は逆に東京の方が暑いくらいと。そうですね、やっぱりヒートアイランドなんですよね。周りが海だからその分こう、うん、なんて言うんだろう自然の循環がね成り立ってるんだと思う。あまりこう寒暖の差が周りがこう海に囲まれていることによって少ないんでしょうかね、はいはい。まあ、とはいえ冬はねやはり今お話を伺うと暖かそうなんですがやはりその中でもこたつを、はい、慣れちゃうんですよ。慣れちゃってやっぱり寒いなというね。そう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 。へえ、面白いですね。まあ、そんな小笠原なんですが行くまでに24時間かかる。で帰ってくるのにも24時間かかる。昼の11時に出て丸1日後の11時に、はい、父島に着くと、はい、こんな国内旅行ないですよね。多分ないと思いますね。でプレゼンの中でご紹介いただいた星空の写真がすごくて、まあ、実際長坂さんも体験されたんでしょうか、あいった星空は。そうですね、やっぱりこう夜の船なんかはね、うん、もう降る感じですよ。へ、星が降る感じ、はい、うわー、それ体験してみたいですね。でまたこう船がね揺れることで、なんかこうちょっとこう、ね、普通にプラネタリウムに行って体験するとまた違った夜空を体験。そうそうそう、もうリアルプラネタリウムですね。本当ですよね。でもこう24時間船にいる。で例えばその豪華客船の旅ではないので、小笠原丸の中では特にそういったいろいろこうイベントがあったりするわけではないですもんね。はい、となるともう何もすることがない。まあ飲んで過ごす人が、ね、結構多いんですけど、まあそうじゃない人はやっぱりもう自分の時間をね、うん、もう満喫するって感じです。うん、まあ、もちろんね本を読んだりとか、はい、そうデッキに出て、はい、景色を眺めるっていうこともあります、はい、あると思うんですが、はい、24時間こう日常から全く離れて船の中にいるってまたこれもね小笠原への、まあ、旅の魅力の一つですよね。それが船旅の醍醐味です。でまた海が綺麗でしたよね。写真でも拝見させていただきましたが、あれもう本当今すぐでも泳ぎたいですね。うん、長坂さんは実際によく泳いだりされてたんですか。あ、泳いでましたね。はい、いかがでしたか。いや、もう最高ですね。
冬でも泳げますか？一回っていうか、あの大体夏しか泳がないじゃないですか、うん、だけど、まあ、ちょっと長くいたんで、うん、1年間一回泳いでみようと思って泳いだことがあるんですよ。で冬はさすがにね20度以下に、まあ、水温もなるんですけど、まあ、その時に入った海がねすっごい綺麗なんですよ。綺麗？もうね透明度がね何とも言えないんですね。もうちょっと表現できないんですけど、もうものすごく向こうの方までね青い透明の透明な青がね続くって感じなんですよ。けどちょっと寒かったんですけど、それを見た瞬間、あやってよかったなと思いましたね。なるほど、ね、ものすごい綺麗でしたね。わあ、それ体験してみたいですね。わあ、羨ましいです。さあ、そしてですね、羨ましいといえばあの食なんですけれども、本当にですね南国ならではの本州では見かけないグルメをねいくつかご紹介いただきました。長坂さんが今懐かしいな、あれ食べたいなって思う小笠原の食べ物って何かあったりしますか？そうで、フルーツだとあのスターフルーツって言ってね、輪切りにすると星形になるようなあのフルーツとか。どんな味ですかそれは？ね、青リンゴみたいな味なんです。あとはシャシャップって言ってヨーグルトみたいな、ね、味のするのもあるんですよ。それも果物？トゲバンレイシっていう名前なんですけど、これね多分東京では食べないと思いますね。食べられない。あ、もしかしたらあるかもしれないですけど、まあ島でも売ってる感じではないんですよね、あんまり、はい、なるほど、はい、あとは他に、うん、こう小笠原ならではの何かこう名産品、特産品ならではのこう食べ物あのね、懐かしいのがピーマカっていうのがあるんですよ。ピーマカ、島でねササヨっていう魚がいるんですけど、はい、これ南イスズミっていう名前なんですけどね、まあ、それと玉ねぎでねマリネみたいなした酢漬けみたいな、これがねまたね美味しいんですよ。わあ、さっぱりしてて美味しそうです ね。なんかまたちょっとこうお酒が進みそうな。そうなんですよ、いいですね、まあ、本当にいろいろな、今回は5つのポイントに絞ってご紹介いただきました小笠原の魅力なんですが、プレゼンの中で伝えきれなかった内容や今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか？そうですね、小笠原だと、まあ、あとホエールウォッチングとかね、まあ、あと母島のメグロとかそういう生き物も魅力的なんです、はい、まあ、あとは小笠原以外にもね伊豆諸島八丈島とかだと、まあ、温泉があったり焼酎があったり、あと漁協の女性部さんがね作ってる室味のメンチカツとかね、トビウオのコロッケとかね、そういうのもあったりするんですよ。三宅島だったら2000年にね噴火をして、まあ、そのあと1987年だったかな、まあ、その時もね噴火をした後なんかも見れるんで、まあ、自然のこうダイナミックさっていうのも感じることができるということですかね、はい、ありがとうございます。ご自身は街歩きが好きだとおっしゃっていたんですけれども、はい、コロナが明けたら長坂さんが行ってみたい東京のエリア、またやってみたいこと何かあったりしますか？ちょうどその先ほど言ったガイドの関係でね、広重とか北斎の浮世絵と今のこう対比させるようなガイドをやろうと思ってたので、まあ、また挑戦したいなと思ってます。いいですね、はい、楽しみにしてます。ありがとうございますさあ、それではですね、最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はい、今日は小笠原の魅力を紹介させていただいたんですけども、東京にはですね伊豆諸島、もあります。コロナが明けたらですね、明けたらというか、まあ、収束したら、ぜひ東京の島に訪れていただきたいと思います。ありがとうございました。長坂さん、ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。